イギリス、ノーフォークのコックリークレイの道端で、新種のキノコが発見されたそうだ。多肉質のボディが、人間の頭部や手足にそっくりで、道端に佇む小さいおじさんのようだ。発見者は、菌類に興味を持ってから40年になるというジョナサン・リベットさん、49歳。キノコは、イギリス固有のキノコという意味のゲアストルム・ブリタニクムと命名された。ほんと、コビトにそっくりなんです。トリベットさん。頭と手が生えているかのようなヘンテコリンな形をしていて、それで思わず気を引かれたんですよ。実は、最初に発見されたのは2000年のことであるが、ノーフォークに広く分布するヒメツチグリの一種であるとして、新種とはみなされていなかった。それから15年が経って、スペインの菌類学者が DNA 配列を検査したところ、ヒメツチグリのものとは、わずかに異なることが確認された。新種を発見していたなんて、本当にウキウキしました。いつもなら専門家を疑ったりはしないのですが、やっぱり違うんじゃないかと思って。毎年、その場所に行っていたんですが、必ず生えていました。そこに行って、こっそり、大きなキノコを見ていたのが、私一人だけだったなんて驚きますよね。リベットさんが最初に発見して以来、ノーフォークでは、さらに3本の標本が採取され、ハンプシャーとウェルシュボーダーズでも発見されている。これは本当に面白いキノコです。ノーフォークにおける新種なのではなく、世界的な新種ですよと、ノーフォークに拠点を置くワイルドライフツアーズ&エデュケーションのカール・チャップマンさんが語っている。